な前大学の方行っちゃうんでしょ。隙間時間15分でいいですからやっていきましょうねっていう、このスタイルが受けてるんですよ。どうもゴンザレスです。今回は TOU こと東京通信大学を解説していきたいと思います。はい、出ました、東京通信大学です。はい、何を隠そう、私が在籍している大学なんですけど、まだ若いんですよ。そんなに年数経っていなくて、2023年の今年入学した方でもまだ6期生なんですよ。まだ6年しか経っていない、来年7年目ですよっていう大学なんですけど、すごいんすよ。もう今目まぐるしい進化をしていまして、私の調べでは40以上ある通信制大学の中で定員の数以上に入学者がいますよっていう大学2つしかないです。それが今めちゃくちゃ人気のある京都芸術大学と東京通信大学の2つなんですよ。で、今回はこの勢いのある東京通信大学を客観的に解説しようというお話です。今現在東京通信大学検討してるんだよなっていう方、福祉が学びたい、資格が欲しい、 IT を学びたい、大卒が欲しい、そんな方はぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。東京通信大学なんですが、学部と学科がまず2つありまして、人間福祉学部の人間福祉学科と情報マネジメント学部の情報マネジメント学科ということで2つあるんですけど、それぞれの学科の中に3つずつコース入ってますんで、それ紹介します。人間福祉学科には精神保健福祉士が狙える精神保健福祉コースと、社会福祉士が狙える社会福祉コース、そして資格は狙わないんですけど福祉を幅広く学びたいですっていう方向けに総合人間コースという3つのコースがあります。次に情報マネジメント学科なんですが、ちょっとややこしくてですね、IT 情報システムコースというのとマネジメントコースってあるんですよ。この2つはですね、大きく言ってしまうと中身ほぼ一緒なんですよ。ただその IT 情報システムコースっていうのとマネジメントコースって2つ分かれてるには理由があって、マネジメント学びたいですよっていう方の場合、こういう科目を取っていくと、いい学びができますよっていう大学がモデルを用意してくれてるんですよね。こんな感じで取ってってくださいっていうなんか例みたいなのを作ってくれてるんですよ。で、同じく IT 情報システムコースにも、IT とかそういうのを学びたい方はこっちこういう科目を取ってってくださいねみたいな、この例みたいなのが用意してもらってて、こうね、モデルとして分かりやすく分けてますっていうだけなんで、IT 情報システムコースに行ってもマネジメントは学べますし、マネジメントコースに行っても IT とか情報系の科目っていうのは両方取ることができるんですよ。唯一違うのは IT 情報システムコースにはスキルプラスっていう別オプションが存在するんですよ。このスキルプラス何ですかっていうと、まあ、CG とか、デザインとかプログラミングとか、その IT 関係のもう少し上の勉強ができますよっていう、これ単位とは関係ないんですけど、そういう別オプションが用意されてるんですね。なのでこのスキルプラスっていうものの内容を見て、これぜひ学んでみたいなっていう方は、プラスで学費払って、IT 情報システムコースのスキルプラスを選びますっていうような流れになります。なのでスキルプラスを取りたいんだったら IT 情報システムコースですけど、スキルプラスを別に取る気がないんであれば IT 情報システムコースでもマネジメントでも全然どっちでも問題なく、学びたいものを学ぶことができます。で、最後に3つ目なんですけど、データサイエンス社会調査コースというコースがあって、これはですね資格が取れるんですね。社会調査士という資格を取りたい方はこのコースを選んでくださいという内容になってます。で、当然入学方法は書類選考のみで入ることができますし、特修生制度もあるので中卒や高校中退した方も入ることができます。次に学費なんですけど、学費もね結構バラバラなんですよ。はい、一個ずつ行きたいと思うんですけど、まず人間福祉学部の学費なんですが、これも公式で出てる金額なんですけど、4年間で84万円で卒業できますよということで書かれています。この84万円というのはどのコースでも可能なんですけど、資格を取らない場合はこの金額なんですよ。なので総合人間コースは当然この金額でいけるんですが、福祉系の資格を取る方はこれちょっと大雑把にはなってしまうんですが、スクーリングと実習費用、だいたい交通費とかも含めるともう20万から30万ぐらいはかかってきますので、ここもちょっと予算として取っておきましょう。ちなみに精神保健福祉コースというのはダブルライセンスというものが存在していて、社会福祉士と精神保健福祉士両方一気に取りたいですよっていう方は精神保健福祉コースに入ってくださいねっていうのがあるんですよ。で、実際にうちの大学にもダブルライセンスで
入ってますっていう方もいるんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよ。精神と社服両方一気に資格取りたいですよっていう方は、当然実習がその分かかってきますんで、また実習費用もね上乗せになるっていう形なので、そこもちょっと考慮しておいてください。次に情報マネジメント学部の学費は4年間で128万円ですっていうことで書かれているんですが、先ほど言ったスキルプラスを取ろうと思うと IT 情報システムコースにはプラス30万かかりますし、社会調査コースの方は社会調査士を狙うためにスクリングがありますんで、その分スクリングの費用が乗っかるっていうような感じです。でここでちょっと新しい情報を入れたいんですが、TOU はですね、新しくつながる TOU ゼミというものがですね、来年から始まるんですよ。2024年から、受付しますということで出てまして、当然始まってないので中身まだわかんないんですが、概要をお話ししますと、まず完全オンラインで完結するんですよ。で10人1クラスっていうグループを作って、その中でディスカッションであったりグループワークをしていくっていう内容になってるんですね。これ参加に条件がありまして、まず情報マネジメント学部に1年次として入った方じゃないと入れないんですよ。これなぜなら1年次から始まるんですね、このゼミ自体が。この基礎ゼミの A と B っていうのを1年次2年次に受けて、今度実践ゼミの A、B みたいなのを3年次4年次って受けて、毎年受けていく形なので、1年次に入った方限定みたいな形になってるんですけど、ただねこれ概算で金額出てるんですけど、これつながる TOU ゼミっていうのを入ると4年間でプラス50万ぐらいになるんですね。で1単位あたり5万円ですって書かれてるんですよ。なのでプラス50万って計算されてるんで、まあ、10単位分ぐらいをこのゼミで取るのかなって思うんですが、どうなんでしょう、就活がある人、それこそ高校ストレートで入って就活控えてる人ってなると、もしかしたらそのゼミっていうのが何かプラスに働くかもしれないんですけど、ただシンプルに大卒を取りたいってなると上マネに入ると128万円じゃないですか。でゼミに入るとプラス50万なんで、だいたい180万円4年間でかかりますよと。一方で人間福祉学部の総合人間コースだったら84万円で済むじゃないですか。約100万違うんですよ。人間福祉学部でも上マネの科目って履修することができますし、100万も浮くんだったらそれでなんか別のことやった方がいい気がしてる自分もいます。わかんない、そこはちょっとお任せします。次に学習方法なんですが、この東京通信大学面白いんですよ。大きな特徴が3つありまして、まず1つ目は4学期制なんですよ。1年間4学期制です。で2つ目の特徴として動画授業がメインです。そして3つ目の特徴がレポートがないんです。はい、これちょっと説明していきましょう。1年間4学期制なんで、1学期ごとに毎回区切られます。で春夏秋冬ってもう1学期2学期3学期4学期ってあるんですけど、じゃあその1学期どうなってるのっていうところで内訳をお話しすると、まず最初にすることは履修登録で、大学に相談してもいいですし自分で考えてもいいんですけど、自分で今学期どの勉強しようかな、どの科目取ろうかなっていうのをオンライン上で登録していくんですね。まあ、4年間で124単位取り切ることを考えると、年間、まあ、30から40単位ぐらいは取っていきたいわけですよ。で、そう考えると、1学期あたり、だいたい8から10単位ぐらいを目安に、皆さん登録しているケースが多いです。ただ、社会人の方は好きに割り振ってもいいんですよ。繁忙期を避けて、1学期から3学期まで、もう13単位ずつ入れるとかっていうのでも、そこはもう自由に組むことができます。履修登録が完了したら、次は講義に移るんですが、講義は先ほども言った動画なんですね。それぞれの科目に動画の教材とテキストの資料がデータで用意されているんですが、1コマ約15分です。多いものだと30分ぐらいのやつもたまにあるんですけど、それをまず4コマ見るんですよ。15分の4コなんで1時間ぐらい見るんですね。で、それを見終わったら今度小テストを受けます。この小テストというのは5つ選択肢がある中から複数選んだり1つ選んだりっていう、まあ、選択問題になっているんですよ。これを10問やります。10問の小テストをクリアしたら初めて1セットこれで終了になるんですね。でこれを1科目あたり8セットやります。なので1時間動画小テスト10問1時間動画小テスト10問1時間動画小テスト10問というのを8回やります。これで、授業は一通り完了で、最後に単位認定試験という最終試験を受けて、それにクリアしたら単位がもらえますっていう流れなんですね。で、これ注意していただきたいのは、今言った8セットあるじゃないですか。この8セットって時期が大雑把に全部決まってるんですよ。なのでいきなり一番初め4月の頭からもう8回までダーッとできるかっていうとできないんですよ。なので最初は、2セット分まで公開されて、で2、3週間ぐらい経つと、3セット目4セット目っていうのが公開されてって、こう時間によってね徐々に公開されていく感じなんですよ。
なのでこれはちょっと会う人とね会わない人がなかなか多いんですけど、いきなり8セットドーンって渡すとモチベーション下がっちゃう方いるじゃないですか。私なんか特にそうなんですけど、なので小出しにしてくれるんですよ。とりあえず2セットだけやりな、その後3セット目4セット目でやりなってこう小出しにしてくれた方が、私としてはこうモチベーションが安定する側なんですけど、中にはですね自分のペースでできるからもう先にドンって渡してくれよっていう方もいるにはいます。ここは正直良し悪しです。他の通信の大学だとテキストを読み込んでレポートを書くので、一つの科目に対してどっぷりやるんですよ。でレポートまで完了したらやっと次の科目行ってまたどっぷりやってみたいな感じが多いと思うんですけど、東京通信大学の場合はそれが逆にできないので、全部の科目を並行してやっていくっていうような感じなんですよ。で東京通信大学は一科目あたり1単位のものが多いんですね。他の大学だと一科目あたり2単位で設定されていること多いんですけど、東京通信大学はあえて分けてるんですよ。なので経営学の授業っていう科目があったにしても A、B とか 1、2 とかって科目がね分かれてるんですよ。なので1単位1単位みたいな形で、まあ両方学ぶと2単位ですみたいな感じになるんですけど、なのでこの細かく分けるっていうスタイルが東京通信大学の特徴だと思うんですけど、もう1年間もまず4学期に細かく分けて、で2単位のね科目も半分に割って1単位にして、でその1単位の科目も8セットに分けて、でね1セットあたりの授業も1分15分の動画4本に分けてっていう形で、とにかく細かくしてるんですよ。この細かく刻んでちょっとずつ進めましょうね、隙間時間15分でいいですからやっていきましょうねっていう、このスタイルが忙しい社会人とか主婦とか専業の学生さんに受けてるんですよ。そしてようやく単位認定試験です。第1セットからね、第8セットまでずーっと、全部の科目細かくやってきましたと、小テストも8回やりましたってなると、満を持して単位認定試験期間というものに入りまして、全部の科目の最終試験をブワッと受けていくっていうような感じなんですね。これも当然ネットで完結しますんで、これまで受けてきた小テストとそんなに中身変わんないです。問題文があって、選択肢が5つあって、この中から正しいものを一つ選ぶのか、もしくは複数選べなのかっていう、そこの違いはありますけど、それが大体20問用意されてるんですね。で、それを1時間の間に解くと。中にはそうじゃないやつもありますよ。なんかディスカッションネット上でね、ちょっと意見交換してくださいとか、ワードでちょっとこうビジネス文章作ってくださいとか、上マネだったらプログラミングの課題ちょっとクリアしてくださいよとか、複式系だったらレポート書いてくださいねとかっていうのはあるにはあるんですけど、まあ8割ぐらいは今言ったスタイルなので、まあそういうもんだと思ってもらえれば OK。大体のその最終試験のスタイルどんな感じですかっていうのはシラバス見たらわかりますし、困ったらね SNS でこう情報交換してっていうことも全然できますので、そこはね問題ないと思います。はい、次にスクーリングなんですが、東京通信大学はまず大卒を取るだけの場合はスクーリング一切ないので、大卒取りたい方っていうのはここは気にしなくていいです。スクーリングを気にしなきゃいけないのは、最初に言った精神保健福祉士ですとか社会福祉士ですとか、あと情報マネジメント学部の社会調査差しですね。こういう資格を取りたい方っていうのはスクーリングが発生しますので、場所を確認しておいた方がいいです。まず精神保健福祉士と社会調査士はキャンパスがある東京と大阪と名古屋のみです、スクーリングは。で社会福祉士に関してはさっき言った3つのキャンパスにプラス、札幌と仙台と広島と福岡と那覇がスクーリング会場として用意されています。ただ人数が少なかったりすると今回札幌やりませんみたいなことあったはずなんで、その時はね東京来てくださいとか大阪キャンパス来てくださいってなったはずなんで、そこはねちょっと完全に鵜呑みはしない方がいいと思います。最後に卒論なんですけど、東京通信大学は卒論必須ではないんですよ。でリサーチレポートっていうのが以前あったんですけど、それも受けるには条件がいるんですよね。なんか成績の上位じゃないと受けられないっていうのがあって、今現在は確かなかったはずなんですよね。なのでレポートや卒論ちょっと文章作るの苦手だなっていう方はかなりマッチしてるかなと思います。はい、そんなとこですかね。やっぱり通学不要で大卒まで行けるっていうのがあるんで、海外からね入学されるっていう方もたくさんいますし、この動画で単位を取っていくっていうスタイルが、あの角川ドワンゴ学園の N 高等学校 S 高等学校、まあ、N 校 S 校ですよね、あのスタイルと結構似てるんですよ。なので N 校 S 校卒業してストレートで入る方っていうのも結構たくさんいるんですよ。はい、どうですか、これを見てる N 校生 S 校生の皆さん、どうですか、ぜひ入ってください。まだね全大学開設してませんから。分かってますよ、どうせ全大学が開設したらみんな全大学の方行っちゃうんでしょ。
ね、まだ解説してませんから、それまではね、ぜひ東京通信大学を検討してみてくださいよ。まあ、とにかくね、いろんな生活スタイルの人にマッチするような大学なので、そこは忖度なしに私おすすめできる大学だなと思います。ちなみに私がめちゃくちゃおすすめしてるコースっていうのは人間福祉学部の総合人間コースだけなんですよ。で、総合人間コースについてはもう1年ぐらい前の動画なんですけど、おすすめしている動画があるんで、それ概要欄に貼っておきますんで、そっちで詳しく解説してますんで、ぜひ見てください。少しでも参考になった、面白かったっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。現在このチャンネルでは私ゴンザレスに叫んでほしいことというのを募集中です。通信制の学校で学んでいて大変なこと、苦労していること、モチベーションが保てない、こんなことで悩んでる、何でも OK です。この動画の概要欄にペイングという質問箱を設置しております。匿名で何回でもご応募 OK です。ぜひ皆さんよろしくお願いします。